あなたを18歳に若返らせる7つの魔法の美肌パックレシピ。今日にあふれかえる美容関連製品の数々。お店でも買えるし、オンライン注文もできちゃいますよね。フェイスパックやクリーム、洗顔料、化粧品会社は 100% 天然由来だったり、効果が絶大だったり、魔法みたいな効果だったりと、いろいろ宣伝しています。でも、これって全部本当なの？工場で大量生産されるこれらの商品には、会社の利益のために保存料や化学製品が使用されていることがほとんど。 100% 天然由来かどうかも結局よくわかりません。そこで、ブライトサイドが皆さんにあなたのお肌の時間を巻き戻す魔法のフェイスパックのレシピをご紹介。特別な材料はいりません。どれもお家で手に入るものばかり。全部で7つのレシピを使いこなせば、あなたも18歳に若返ることができてしまうかも。1. コーヒー牛乳パック。一日の始まりは一杯のコーヒーから。あなたはそういうタイプ？そうだったら評価ボタンを押してくださいね。ところで、このコーヒーは目覚めをすっきりさせてくれるだけのものではないって知ってましたか？牛乳と合わせてパックにすると、若くみずみずしいお肌を私たちに授けてくれるんです。本当ですよ。実際、美容関連グッズにはコーヒーが使用されているものだってあるんです。コーヒーには髪を強くしなやかにしてくれたり、セルライトを除去してくれたり、肌の状態を整えてくれたり、代謝を活性化させてくれたりという様々な効果があります。もう一つの材料の牛乳はアンチエイジング効果にもってこい。お肌の老廃物を取り除き、潤いを与えてくれますよ。作り方は簡単。まずボウルを用意し、挽きたてのコーヒーと牛乳を用意します。この2つをボウルで混ぜ合わせるのですが、ペースト状になるように以下の分量を守ってくださいね。牛乳が大さじ半分から1に対し、コーヒーが大さじ1。これをよく混ぜ合わせます。出来上がったら目の周りは避けて顔に塗っていきます。そうしたら15から20分間そのまま待ちましょう。あとはお湯で洗い流すだけ。すべすべと輝くお肌ですぐに効果が実感できるはず。これを普段のルーティーンに加えてみて、素晴らしい効果が期待できますよ。2. アマニパック。アマニには肌の状態を整えて必要な潤いを与えてくれる効果があります。また脂肪酸が豊富で体の脂肪の状態を活性化させてくれます。これによってお肌を柔らかく保ち、外からの有害物質からお肌を守ってくれるのです。さらに肌に潤いを閉じ込め、若くみずみずしいしっかりとしたお肌を与えてくれます。このパックから期待できるのはそういった効果。その他の材料はギリシャヨーグルトと蜂蜜。冷蔵庫にあったりしませんか？ヨーグルトの乳糖が肌の死んだ細胞を取り除き、蜂蜜が天然の潤いを与えてくれます。これが作り方。すったアマニを大さじ1杯、そこに2分の1カップのギリシャヨーグルトに大さじ1の蜂蜜を加えます。これをボウルで混ぜ合わせたら顔にパックしていきます。手の汚れが気になる場合はブラシなどを使ってくださいね。待ち時間は10分。あとはお湯で流して素敵なお肌に。3. ビタミンパック。ビタミンは体にいいんだから取りなさいってお母さんによく言われましたよね。今になってみればビタミンはお肌の味方だってことがよくわかります。そこでお肌に必要なビタミンを補給するのがこのレシピ。このパックではアプリコットのビタミン A、ビタミン B、ビタミン C がお肌に弾力を与え、
バナナのビタミン C、ビタミン B6 がお肌に健康的な輝きを与えてくれます。食べても美味しそうですよね。用意するのはアプリコット1つにバナナ2分の1本、そしてぬるま湯を大さじ1。果物の皮は剥いて、種も取り除きます。材料を小さく切ってぬるま湯と一緒にブレンダーでミックスします。ブレンダーがなければマッシャーのような道具を使ってみて、クリーミーなペーストが出来上がったら完成。出来上がったパックを目の周り、鼻の穴、唇を避けて顔全体に塗ります。20分待ったら冷水で洗い流して、効果は鏡で実感してみてくださいね。4. いちごと卵白のパック。いちごは永遠の女の子の味方。皆さんもいちご大好きですよね。好きな人は評価ボタン、嫌いな人にはおすすめできないパックですっていうのは冗談ですよ。どちらの人にも効果のあるパックなんです。なんといってもアンチエイジング効果がありますからね。いちごに含まれているのはエラグ酸という抗酸化物質。これはコラーゲンの生成を促し、気になるフェイスラインや小じわをすっきりさせてくれるというもの。また卵白にはお肌を若返らせ強くする効果があります。必要なのはいちご3から4つに卵が1つ、それだけ。まず卵黄と卵白を分けます。必要なのは卵白、卵黄は他の用途に使ってくださいね。いちごを潰して卵白を泡立てます。これらをボウルで混ぜ合わせ顔に塗っていきます。お肌がギュッと引き締まるのが実感できますか？そうしたら効果あり。必要な時間は毎日15分だけ。それが終わったらぬるま湯で洗い流しましょう。 5. ココアココナッツパック。なんだか早口言葉みたい。ココアもココナッツもヨーグルトと組み合わせると最高のアンチエイジングコンビに。老廃物をピーリングしてくれる気持ちのいいパックが出来上がります。そうして新しい輝くお肌を見せてくれるというわけ。ココアパウダーには抗酸化作用もあり、お肌にダメージを与える物質を体から追い出してくれます。材料はこちら。ココナッツオイル大さじ1、ココアパウダー小さじ1/4、そしてギリシャヨーグルトを大さじ1。ヨーグルトは冷蔵庫から出してすぐに使ってはダメ。冷たいままだとココナッツオイルが固まってしまいますからね。なので全ての材料は室温に戻しておきましょう。全部を混ぜ合わせたら顔や首、胸にかけて薄く塗って、そう、肌年齢は首や胸にも現れてくるんですよ。時間は10から20分ほど。あとはお湯とタオルを使って洗い流しましょう。終わった後は保湿ローションなどをつけて。これはどのような肌質の人にもお使いいただけますよ。さあ、ここまでで一番試してみたいのはどれでしょう。いちごでしょうか。どれも美味しそうで、つい食べてみたくなっちゃいますよね。でもお肌に使うということをお忘れなく。まだレシピは残っています。続いてはアボカドを使ったレシピ。これもまたアンチエイジングの強い味方。6. アボカドオリーブオイルパック。若漏れにしてつい食べたくなっちゃうようなアボカド、体にとってもいいんです。食べても美味しいだけではなく、天然の保湿成分オレイン酸とビタミン E によって私たちのスキンケアの手伝いをしてくれます。お肌の壊れた細胞を修復して汚染物質からも守ってくれます。オリーブオイルは小じわの撃退にとても有効。潰したアボカドを大さじ2にオリーブオイルを小さじ1加えます。ピューレのような状態になったら顔と首に優しく塗ってみて。15から20分待ったら
生まれ変わったお肌とご対面、よく洗い流しましょう。7、ライスミルククレンジング。日本人は昔からお米の美容効果に気づいていました。世界的に見ると日本の人はいつまでも若々しく見えるそうですね。世界に誇る日本のレシピがこちら。その秘密はお米。お米にはビタミン E が豊富で、長らく美肌のために使われてきたという歴史があります。このレシピで 100% 天然由来のクレンジングを作ってみましょう。4分の1カップの米粉に大さじ2から3のライスミルクを加えます。ライスミルクにはカルシウムを補給する効果がありますが、ない場合は水で代用しても構いません。これらをペースト状に混ぜ合わせたら、円を描くように肌をマッサージしながら洗っていきます。普段のクレンジングと同じような動きで。そうしたら顔を水で洗い流して保湿をしましょう。これらのレシピでみんなが羨む美肌の持ち主に。秘密を知りたい人のためにもぜひ動画をシェアしてあげてくださいね。レシピを試してみたくなったら評価ボタンもお願いします。ブライトサイドにチャンネル登録をお願いします。